あ、え、なんか違うカメラ映ってない？ちょっとカメラめっちゃおかしいね。あれ？はい、これ誰が動かしたんかな。はい、始まりました。じゃあ、始まりました。じゃあ、始まりました。今週もエルピアオイディアンス、はい、番組司会をお届けするのはエルクストリート、私ジュライとDJ ケン。あ、そんな感じです。トラックメーカーのタウルスです。そして、せーの、エルクエオイディアンス。そんなの挫折した、言ってなかったからさ。言ってなかった。オッケーオッケー。はい、そんな感じで、前なんかちょっと違うかな、カメラ。オッケー、大丈夫これで。オッケーオッケーね、うん、はい。じゃあ、いつものオープニングトークに入る前に、ちょっと、はい、1週間どうやった、最近言う1週間トーク。そやね、今週はね、初めてエルクストリートにとってホームのイベントがあったかなって、見つかったかなって。あ、もう取られた話題。見つかったかな思いまして。うん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 。まあ従来が喋れないと喋ってくれる。いいよ喋っていいよ。あ、俺より従来の方がトークが上手いと思いますから。喋るよ。あの、この前の渋谷アイジアで、うん、日曜日ね。日曜日にあった。うん、20日。日本式っていう。イエーイ。イベント、うん、まあすごく雨降った。日やったんですけど、久しぶりやったね。たくさんの人たちが来ていただいて、うん、あのなんかね、なんだろう、初めて和物のアイドルを見たよね、うん、和服を着てるアイドルたちも、うん、え、終わり？やばいってイベント伝えれてない、全然あなた援護しようや、援護待ちしてんねんけど、ね、もうスタジオのスタッフも笑っとったで、ね、今苦笑いしかなかった。まあ私が伝えるわ、ただ台風の話しただけや台風とアイドルで、日本式っていうイベントがあったんですけれども、日本式っていうイベントのキャッチフレーズが、はい、日本をもっと好きになるっていうのをテーマにやってるイベントで、この落語から三味線、尺八、お琴、着付け屋さん、和物のアイドルさん、ラッパーさん、エルクストリートっていう、そういう感じで、とりあえずこういろんなジャンルで和に重きを置いてる人たちが集まってイベントなんです。そんな感じです、はい、はい。で、エルクストリートはさ、いつもなんか和服ってイベントで、あのエルクだけが和服っていうイベントで常アウェイやったけど、で今回初めて参戦させてもらった割にはなんかめっちゃアットホームに盛り上がってくれて嬉しかったね、うん、わかるわかる。なんかしかもこう、うん、お客さんもちょっと結構なんかこう着物のレンタルとかで着物着てる人もて、そうそうそう、うん、なんかすごい、なんていうかな、あの何、気持ちが一つになったライブっていうか、うん、すごいやっぱなコンセプトが決まってる分、イベントの色が出やすくてお客さんも楽しみやすかった。ああ、こう楽しんだらいいんやっていう感じがわかるっていうか、うん、よかったよね、すごい、うん、さすがジュライさん全部説明してくれました。はい。っていう日本式に出つつ、はい、1週間、私の1週間喋る。今はタウルスの1週間代弁しただけだから、私別に。私そんなだから、うん、こう個人の1週間ないで俺。ないな。うん、でも私今今日のブログ、今これ放送中だから今ブログ飛ばんでいいけど、後でエルクストリートアメブロ見てもらったら。来週がちょうどハロウィンだから、うん、ハロウィンの準備を私あの今日のブログに書いてるんやけど、すごいハロウィンを楽しもうとしてます。私はみんなはハロウィンどうすんねやろ、どうするの。ハロウィンの夜全くしないんだけど、てかタウルスってイベントを自分で楽しもうとせえへんからあかんねやと思う。イベントを楽しむためにはお金も時間もかかるけど、お金も時間もやっぱかけた方が楽しいよ。いや、休みやったら楽しみ。言っとくけど、言っとくけど、分かってると思うけど、来週ここ、うん、あのナイトチューブスタジオ30日のエルカオイディアンスは私ら仮装やで、ハロウィンやから。それ分かってるやんなって感じで、来週のエルカオイディアンスは私たちが何かに仮装して、はい、ハロウィンバージョンでお届けするので、そちらもお楽しみにください。大丈夫？なんか言葉なくなってるけど。いや、あれ、まあいいよ、行こう。
で、今日のじゃあ、いつものおすすめ商品は、今日のおすすめ商品はリュライちゃん、できるだけハレンチな感じで、もう決まっちゃった衣装、はい、どうしよう。最近よく買ってる、うん、何それ、このね、ガムなんですけど、見えます？小腹が紛れるっていうガムを最近流行って、うん、自分の中で流行ハマってて、知ってるそれって人結構いる、うんうん、まあ、食ってるんですけど、うん、まあ、普通のガムですよね。全然宣伝ってか、全え、じゃあ何がおすすめの？いや、俺は好きな味とか硬さだったりとかやから、うん、俺は買うねんけど、これ皆さんこれ何が小腹が紛れてるところなのか教えて逆に欲しいんです。紛れへんねや、じゃあその紛れてる感はどこなんですかみたいな。でも多分ちょっと固めやから、よく噛むから小腹が紛れるんかなみたいなイメージはあんねんけど。じゃあ私がトヨタウルスにもらって来週私がおすすめするわ、それ。あ、これのそう、ほんで俺よりよく、そうよりよくおすすめるわ、うん、そうね、じゃあお願いします。はい、私のおすすめ商品は、うん、ちょっと今日は大きいんですけど、これです。じゃん、いちいち持ってきたって言うから、スタイリッチっていうのは何だ。スタイリッシュ、んスタイリッシュ、あ、スタイリッシュで香りリッチっていう意味でスタイリッチっていう商品みたい。これあの犬のトイレシーツなんやけど、犬を買ったことない人は知らないと思うし、私も犬飼うまで知らんかったけど、うん、犬のおしっことか、うん、マルチって結構臭いやんか、びっくりするぐらい、うん、で、やっぱトイレシーツって毎回変えたとしても、やっぱトイレシーツが無臭よりトイレシーツに匂いがついてる方が紛れるのよ、すごい。あ、わかる。これは匂いがすごい、ちょっと今封してるかあれやんけど、すごい匂い良くて、あと桜のやつもあんねんけど、え、これで、うん、言ったら犬側は、うん、犬側の気持ちは、うん、トイレめっちゃ臭なってんけど、慣れへん、慣れへんかこれトイレなのかなって慣れへん、だってちゃんとするもん。あ、そうなん、うん、なんか犬の嗅覚にはあんまりちょっと関係ない部分で匂い作ってるんかなとかって思ってる。へー分かれへんでっていうので、だから犬飼ってる人これぜひおすすめです。あと同じこのスタイリッチって、スタイリッチじゃないけど桜のやつもあんねんけど、それもすごいいい香りやから、あのぜひワンコ買ってる人はこの匂い用のトイレシートおすすめです。おすすめです。はい、いくらいくらか知らん、ドンキで買いました。はい、でも300円ぐらいで400円とか、そんな安いの？違うの、多分そう。はい、そんな感じです。はい、じゃあ今日もエルクアイディアススタート、オープニングで全待てね。もう準レギュラーちゃうんかっていうぐらい、多分一番困った時のこの人、困った時のこの人、なんかね、あの富士山を皮切りに、そう、あのなんかちょこちょこ出ていただいてる、多分そのうち俺と多分変わるんやろなっていう。そうだ。私のお友達でもあり、メイクさんでもあり、アーティストさんのマネージャーをやっていたりとか、はい、最近はなんか物を作ったり、服とかバッジとかを作ったりとか、マジでアグレッシブ、そう、アグレッシブでアーティスティックなチコグラムが、本日もそのあれね、白い粉の人でしょ、何それ、あのチコグラムがね、あの本、アポテケさんとかのね、はい、ライブ告知も兼ねて遊びに来てくれてるから、本当は最後らへんに出て、出るだけでいいの私って言ってくれてたんやけど、せっかく来て前で見てるぐらいやったら女の子は多い方がいいと思うので、早速さっきし、もうなんか結構やっぱな、もう俺にはご引き出しがもういっぱいいっぱいいるからさ。
さっき読んでね一緒にコーナーもあれやったら、はい、ね、してもらおうかなと思うので皆さん読んでみていいですか。はい、じゃあ打ってや、打ってや、ちゃんと打ってや、皆さんもはいって言ってる、って言ってちょっとみんな、あ、はい、まだ少ないで、はいって、はい、うん、おし、パチパチも来たので、じゃあ、はい、そろそろ本日の準レギュラーみたいなゲストやってきました、チコグラム、イエーイ。どうもー、なんで半袖やねんって言って暑すぎて、うん、これすごい荷物でスタジオにやってきたチコグラムですが、あ、すごい、ウェーイ、チコグラム、ね、声がセクシーだってね、あら、そう、あのね、あのチコグラムはどっちかって言ったら裏方の仕事が多いので、うん、ステージの上で見かけることは少ないのかもしれないですが、いろんな現場の裏方に携わっていて、あの Facebook とかもやってるもんね。そうですね、もしよかったら私のフレンズにもいるので、あのチコグラムのをもっと知りたいという人は、はい、ぜひぜひそちらもチェックしてほしいんですけど、早速いつもの1000円、あの負けたら1000円課金のコーナーに今日はチコグラムも入れてやりたいと思うので、はい、スタジオさん早速いいでしょうか。お願いします。エルクストリートのバイトの時間、またええやまたええやで、これじゃあ、あのね、アーティスティックなね、チコグラムは絵がうまいからね、今日は私、多分ボロ負けですよペンを手に取り、絵で表現せよ、キリンの全身、全身、あ、じゃあちょっとむごいことになるんだよ、この後キリンって頭どうなってんのやろキリンってでもなんかちょっと、これ全然あかんやろ、あ、せやせや、あ、ちょっと私今回まだますかも、キリンって足長いよね、確か、あれ誰も何もかだったから足も長いかな、足も長いよね、足もなんかいろんなとこが長い、いろんなとこが長い、ね、いろんなとこが長い、私あの、うん、キリンの舌が緑なことだけは覚える、ええ、黒じゃない、緑じゃない、緑やね、緑って黒なの、キリンの歌ってすごい、ちょっと待って、どうしよう私これはちょっとなんかキリンがミニスカート履いたみたいになってんねんけど、あれキリンってどんな柄やったっけ、ほんでちょっと待って、めっちゃなんか秒、え、このじ、え、時間はいや、もう早くしないとダメなんだけど、全身ってなんでこんな命令されてるのよ、顔だけでよかったのに、うん、いや、なんかのサファリパークでやばい、何ちょっと待って、あのキリンに食べられそうになったことある、私そう、なんでなんか可愛いなと思って窓を開けたらグワーって顔出してきてベローみたいな、え、怖キャーとかなってそう、そんな思い出がキリンさんに、でキリンのぬいぐるみって少ないでしょう、そうクマさんとかより少なくない、私キリンめっちゃなんかジンマシンの病気の息もいや、これ絶対キリンじゃなくて見せなくないねんけども、どうしよう、できた、できた、私最後に見せるはどうせオチやから、これいや一番上手い人から見せるべきやと思うから、多分きっとチコグラムから見せるべきかな、え、どうしよう、もう笑ってるやん、みんなもう笑ってるやん
キリンってむずいよな、怖い、え怖い、あ間違った、キリンってむずい、でも特徴あるはずやのに、なんでこんな書かれへんのやろ、もう反省するわ。もういける？チコプラも。私はいける。めっちゃうまい。ちょっと見たいな。見てない。ちょっと見、ちょっと みんな感動するんで、めっちゃ可愛い。あ、じゃあ、じゃあ俺からやって。うん、いいよ。あ、で2番目いって。あ、いいよ。無難な人からな。そうそう。無難、うまい、下手。そうそうそう。オッケー。じゃあ、無難なタウルスから。タウルスが炊いたキリンの全身は、ダーン。うまいよ。上手。上手上手。この味？うまい。うん、なんか足がちょっとセクシー。あ、セクシーだね、わかる。うん、うまいうまい。でも無難ポジションやね。だって、このメンバーだと下手さやろ。あ、キリンって絶対縦に変えた方がいい。そういうことか、チコフラムは。いや、あ、クスもそうか、いないけど。キャー、恥ずかしい、ブランド。行って、チコグラム。あ、すごい。いいよ、行ってみて。じゃあ行きます。はい、じゃあ次はチコグラムの。じゃーん。かわいくない？頭かわいい。かわいい。うまっ。ビールまであってキリンの。そう、私そっちでボケればよかったと思って。しかもそっちのキリンって、そのキリンちゃうからな。違う。知ってる、知ってる、知ってる。すごいかわいくない？でもこの、あの目の感じと耳の感じがめっちゃキリン。ちょっと、私ほんま、ちょっとこれ今、絵落として、あの、だ消えてんけど、ちょっとほんまにほんまに勘弁してな、1000円払うから行くで。キリン。気持ち悪い。え？流れへんかってんで。え？キリン。画伯じゃないですか。え？病気やってるやん。ダメ。なんか症状出てるで。私今度から画伯って呼ぶ。恥ずかしくて顔は分かる。ブツブツは何なの、ブツブツ。もう陽気、思春期なの、ニキビみたいな感じな。ちゃんとベロも出してんねんけど、すごい、体がすごい。いや、体が分からんかったよ。体ちょっと、なんかガルウィングみたいな感じ。こうあくみたいな。天才。ありがとう。すごいな。え、こういう風に見えてないよ。見えてない。私もタウルスとかチコグラムみたいに見えてんねんけど、書かれへんねん。足がどっから出てるとかも分かれへんねんな。まあいいや、みんなに投票してもらおう。じゃあ1番、私なんかな、多分1番の樹が書いたこのキリンがキリンの全身だと思うか、マジでキリン、これ合体の2番のタウルスが書いたこのキリンをキリンの全身だと思うか、3番のチコグラムが書いたこのキリンがキリンの全身だと思うか、皆さん名前にクリックしてください。投票画面の、はい、迷うなって何を迷ってんのよ。ジュライのキリめっちゃすごいな。すごい。なんなんその車体みたいな感じ。じゃあ、ボディのシルエット、ボディがめっちゃ難しかった。考えたら足2本しかなくない？なんか縦から見てるのよ、縦から。そうやね、縦から見てるの、だから奥見えてない手やね。なんかスポンジボブに出てこない？はぁ、なんかめっちゃフォローうまいね。フォローの人やな、やっぱりフォローの人。フォローが上手だね。マネージャーやな、やっぱり。あ、マネージャーじゃない。みんなそろそろ見れた？あ、え、なに？肩張りすぎてどういうこと？肩が、肩これが肩なんか肩なんや、これ背中じゃないっていう。あ、いこれでもめっちゃ可愛いよね。本当、うん、いや、私こう見えてるで。女の子が描きそうや。肩バンド。はい、みんなそろそろ入れたかな。じゃあ投票集計画面、スタッフさんお願いします。お願いします。おお、やっぱチコグラム、タウルス。どれゼロパーだ。ゼロパーとかすごい。てかすごくない？私が 16.6 もあって、タウルスが0。私が 16.6 なのは文句ないよ。タウルス0なのは文句言ってもいいと思う。え、こんなに上手なのに。多分、俺変わるかしかない。変わるしかないな、レギュラー。はい、じゃあ早速2問目いきましょうか。すごい。じゃあスタジオさん2問目お願いします。はい。手を取り絵で表現せよ。2問目、空飛ぶトトロ。
私大体物を真正面しかからかしか描かれへんのに、こうなった姿をどうやって描いたらいいんやろ。わかんないんだよね、それは。トトロ、トトロが空飛ぶ。え、トトロってどんな顔やったっけ。お化けの九太郎みたいな顔やったな。猫系。めっちゃむずいわこれ。なんなんこのお題。めっちゃ難しいよな。どうしたらいいんかな。めっちゃむずいな。どんな目やったっけトトロって。トトロ、私ほんまに分からへんわ。目とかどうなった、トトロって。トトロなんか三角。あ、目三角なんだ。三角のイメージがあった。私トトロな。目が三角。めっちゃ悪そうな顔になっちゃう。トトロ。なんか猫バス、猫バスに乗りたい私。猫バスに乗りたい。うん、なんか私今、本当にトトロの、あの世界みたいなとこに住んでるんだけど。ああ、そっか。そう。できた。私。お父さん結局収入ないから引っ越したんやんねって誰の話。そうなんだ。知らなかった。何の話、何の話。そら トトロのお父さんの話。トトロのお父さんって誰。トトロのお父さんだよ。メイちゃん。あ、メイちゃんのお父さんのこと。シーソー、お父さんがサツキとメイを撃ったんやで。そうなん。撃った。あかん、進行が遅いよって言われてる。はい、もうそろそろ出しましょう。はい、じゃあタウルスから。はいはい、じゃあまずは無難キャラタウルス。はい、空飛ぶトトロ。あ、うまいな。これくっついてんの2人。うん、ね、メイちゃんとサツキちゃん。あ、メイちゃんとサツキ。あ、上手。うまいうまい、わかるわかる。え、私どうしよう、どうしよう。うまいうまい、でもうまいうまいよ。じゃあ2番のチコグラム。はい、うまっ。うまっ。めっちゃうまい。私だけそういう感じじゃなかった。うまっ。私だけちょっと違う人と。私だけこう飛んでるトトロか。すごい。スーパーマンみたいに飛ばしてみた。トトロそんな体勢になったことないやろ。マント生えてないで。いや、これはあのちょっと飛ぶためにマントを飛ばした。トトロの形にしてる飛行機かなんかじゃないの。トトロっぽくないこれ。ちょっと、え、全然わからんかな。トトロっぽいっちゃトトロっぽいけど。でもまだ私パーマンじゃないこれ。パーマンじゃない、なんだっけ。何それ。バットは、え、これトトロやねんけど。トトロで、まだ今までの流れで一番うまいわ。なんかまだ飛んでるように見えるやろ。まだな。キリンよりマシやん。キリンは斬新すぎる。あ、バットマンかこれ。そう、まあいいや。じゃあ1番のジュアイが描いたこのトトロが、トトロが空を飛んでるように見えるか、2番のタールスが描いたトトロが、トトロが空を飛んでるように、もうちょっと前ですから、空を飛んでるように見えるか、
サムのチコグラムが書いたこれがトトロが空を飛んでるように。完全にこれやな。1番か2番か3番か皆さんクリックしてみてください。完璧すぎるよな。よくそんな思いついたな。ちゃんとトトロの顔が。俺が書こうと思ったらなんかこうはーってこういうことやそうそうその感じを書こうとしてしまったから。いや私もこううわーって言ってるとこやからちゃんと口がこうなってるやん。見てほら。でもあれって飛ぶ前やからな。はー言うてんの。口見て。口ちゃんとなってんねん。はい、はい、じゃあ皆さんどうせまたええファンな気がするわ。みんなクリックした。いやこのえーって言ってる時に横になったらこんな感じかなみたいなイメージ。はい、はい、うん、かわいい。ありがとう。ありがとう。こっちがかわいい。慰めの言葉をありがとう。めっちゃうまいな。うまい。絵がうまいって本当に羨ましい。はい、そんな感じでじゃあ集計結果参りましょうか。ドン、はい、よかったよかった。しかもさっきと同じだし。さっきと一緒じゃない。ほんまや。エルクストリート2人でも語れへん。じゃあ次の3問目で私かタウルスが負けたら1000円課金やな今日。や、まあでも仕方ないなこれ。私が負けるのはだって私こんなに絵描いたこと人生でないもん。最近毎週描いてるやん。俺もないよ。じゃあ早速3問目に続けていきたいと思います。はい、3問目ペンを取り絵で表現しろ。3遊び人の仙徳。仙徳なんかリアルでいっぱいいる最近。千徳の顔知らんわ。千徳くん、千徳くんって頭坊主やっけ。坊主。千徳くん、千徳くん、ああ。千徳くんってどんなやったっけ。クリリンみたいな感じやんな、ちょっと。違う。髪の毛あったら怖いよ。セント君ってなんかツノ生えてるわ。全然分からへんわ。すごいなんか適当に絵を見てるんやなと思うな。目がどんなんなんやろう。目は笑ってるんかな、セント君って。怒ってないやろうけど。目は黒丸？みんなちょっと私にはちょっと教えて。あ、大仏。目が大仏？服装大仏？え、大仏って何着てんの？和服？いや、なんかインドの、なんか人みたい。あ、なんか、え、でもそれセント君。それはちゃうよな、多分。どうなの。セント君の顔私も思い出せない。セント君難しいよね。でも遊び人なんでしょ。遊び人っていうのがもう想像つかへん。何があったら遊び人になるかな。大仏と鹿を混ぜれば OK。 遊び人、遊び人の象徴って何かな。これちょっと早く書かないと無言になっちゃうね。でもなんか千徳くんってお寺の人？奈良のお寺の人？難しい。難しすぎるわ。はい、できた。できた、私も。OK。遊び人っていうか、まあ一人ずつ行こうか。じゃあ。じゃあ皆さん、あの自分のセント君をちょっと紹介してください。まずタオルスから。はい、遊び人のセント君。ちょっ
チャラい、チャラギャルおっぽい。でもうまいな、うまいうまい、ちゃんとあのホストっぽい選択になった。あでもなんか上手な気がする。はい、じゃあ選択紹介してみてください。はい、はい、私の選択はこんな感じ。かわいいかわいい。でもセント君多分そんな顔じゃないよな。私に言われたくない。遊びが悪すぎ。でも私もそっちだった。あの遊びが悪い、あのお金大好きなセント君、うん、いきます。あ、トナカイになっちゃった。誰それ誰セント君。え、あれじゃないの、ジャンプに出てるさ。え、セント君ってこんなのだった。殺人先生みたいな。知らん、トナカイ。この先生か、あれ。あの漫画あるやん、なんか触手みたいなやつ、シュピーン。いや、知らない。あいつやで。あ、こんな漫画があるやんや、うん、いや、なんかちょっとなんか汚いお金をちょっと稼ぎたいセント君みたいな。これセント君って言われたら絶対ちゃうやん。でもちゃんと、あ、ほんま、なんかピッコロとクリリンをなんか足して2で割って。あ、確かに。足して2で。あとマジンブーも入れたよ。マジンブーの顔してる。すごい。はい、じゃあ、はい、1番のジュライのセント君が遊び人のセント君に見えましたでしょうか。はい、それとも2番のタウルスのセント君が遊び人のセント君に見えたでしょうか。それとも3番のチコグラムのセント君が遊び人に見えるか。皆さん名前をクリックしてください。はい、ゴー。あ、でも可愛いやって、これ最近みたいな。最近。でもこれ、でもこの子一番ちょっと悪そうよね。違う。だってもうなんかタイルスの遊びは女遊びの顔のセント君で、2番のセント君はちょっと可愛いね。遊び人のセント君で悪い遊びの方想像せえへんやろ。そっか、みんなもうこんなん簡単やからもうクリックしたやろ。どうせそろそろもう集計行こうかな。1000円用意してるよ。はいで、これ0パーかな、また私。はい、今度私がゼロなんです。え、これ点ない？ここ千徳に点あるよね。点1個だけじゃなかった。1個なんや。インドかなんか、うん、あ、なんか少林寺みたいなイメージあって、私、うんうん、でもそれ少林寺やったら6個や。でも私のちゃんと6個、あ、9個やった。ちゃんとみんな可愛いって言ってくれてる。じゃあみんなクリックしてな。じゃあ皆さんいかがでしたでしょうか、はい、集計結果いってみてください。ドン。ほら、あ、ほんまよ。チコグラムが、あ、ちょっと待って、じゃあ同点やん。すごい。あ、じゃあ4問目を用意してないので、みんなが言ったのを書こうよ、次。みんななんか今一番に来た人の書きます。みんな言って、みんなのリクエストに答えて書いて、それで決勝戦。え、これ操作できんの、こんな。どうやって操作するの。オリジナルのゆるキャラ書いてほしい。オリジナルのゆるキャラは無理やな、書かれへんな。なんかないかな、ちょっと決勝戦になるもの。タウ様って書いてある。それ俺書きにくいよ。 100万落としたタウ様。100万落としたタウ様を書こうか。あ、待って、それぞれの顔、じゃあ3人の顔を描くってこと。3人で、あ、いや、パーマンにしよう。え、分からへん、パーマン、あかんわ、パーマン。ライオンにしよう、ライオン。じゃあ弱そうなライオン、うん、弱そうなライオン、弱そうなライオンでいいじゃん。で、それで終わり。なんかサザエさんみたいになってしまった。ライオン界が弱そうなライオン。
最後はみんなリアルに投票しろよって。リアルに投票してくれていいけど、リアルに投票したら私に票が入る日なんか一生ないんちゃうかな。私そういえば動物占いライオンなの。私黒ヒョウだった。黒ヒョウってどういうやつ？黒ヒョウは服が黒が好きとか、うん、なんか今日黒帽子今日も、うん、とか、何だったっけ。めっちゃ難しい、どうしよう。タウさんはできた人から出してってください、うん、ライオンかできた。いいよ、じゃあタオルから出しといて。はい、僕が書いた、弱そうなライオンはこちら、ダダーン。これ普通の大きさのやつじゃねえか。弱そうなんてこんだけちっちゃいよね。あ、そういうこと。ちっちゃい子なんだ、アリちゃんみたいな。これでもおったら絶対一番弱いやん。私できた。生まれちゃうから、うん、じゃあいいよ。あ、いけた。まだ、はい、いいよ。じゃあいいよ、チコグラボ次。はい、うん、はい、じゃーん。あ、弱そう。なんか毛が少ないみたいな。あ、そういうことか。抜け毛が激しい人みたいな。じゃあ私が描いて弱そうなライオン。あ、超かわいい。なんか悩んでるおっさんにも見えるけど。なんか口に2個あるよね。これ鼻やん。で、チュインチュインってこれ口じゃないの。鼻の下のキュインっていうのが口じゃないの。鼻の下のこのフインフインっていうのが口じゃないの。まあいいや、そんな感じ。はい、じゃあ決勝戦やからね。え、1番の回、ジュライの回とこれが何やったっけ、弱そうなライオンに見えるか。2番のタウルスのこの黒い点が弱そうなライオンに見えるか。飲み屋とかでたまにおるもこういうふうに書き落書きされてるやつ。ほんま。3番の、チコグラムのライオンが弱そうに見えるか。皆さん名前クリックしてください。はい、おるおる。みんなこれ操作なんてないはずやからね。みんながこの番組の趣旨を分かって誰かをゼロパーにしてる、そのみんなの向かう先が一つなのが素晴らしいと思うんですよ。こんなんすぐかな、もういけてるんかな。みんなもうクリック押した、押してたのなら集計いきましょうか。そろそろいけるかな。いけそうだったらお願いします。あ、チコグラムが1。またタウルスゼロや。これすごいよな。すごい、ゼロがあるって。あ、でもタウルスのはちょっとずっこかってんな、多分。え、うまいけどずるいやん、ずっこいやん。だって点だけやん。いや、こういう新しい発想もあるよって。じゃあ今週もタウルスの1000円でおしまいとします。じゃあ絵のコーナーの次は相談のコーナー、相談のコーナー、今週も何通か相談が来てますので、はい、CM の後お待ちください。グッバイグッバーイ。このテロリッタ、
とラスト20分相談のご質問相談のコーナーが来てますので、はい、軽く質問相談コーナーを答えていきたいと思います。いきます。ペンネーム、はい、食べ道楽さんからいただきます。ありがとうございます。食べ道楽さんは、こんばんは。はい、ジュライさんは噂ではかなりの食べ道楽と聞きましたが、ご自分ではお料理はしますか？もし、はい、海、はい、山、川、田畑の天然素材の中で最高な食材を料理するなら、それぞれ何を用意して何を作りますか？またタウルスさんはその中で何が食べたいですか？おお、じゃあこれは一緒に答えようか。チコグラム女の子だからね、うん、ちょっと今の質問見せてってほしいな。まあ、もし海、山、川、田畑の天然素材の中で最高の食材を料理するなら、うん、海では私は貝やね。もう貝が大好きなので。それで何を用意して何を作りますか？生で食べる。もうそんな料理せえへん。料理的な感じ。一番美味しいアワビとかを取って食べます。そうだ、はい。で、ジュジュジュって言いながら、山ならキノコを食べます。で、川ならアユを食べます。田畑ならお米食べます。分からへん、そんな難しいわこの質問。分かんない何を調理するって。あ、でも料理はします。あんまりいい回答を思いつけません、ごめん。あ、全部の食材使ってもいいんやろな。うん、でも炊き込みご飯とかやってみたい。はい、うん、美味しいキノコとかで。なんか、あ、里芋とかね。うん、次の質問行こう。うん、はい、はい、ありがとうございます、食べ道楽さん。はい、ペンネーム無人島さんからいただいてます。無人島さん、ありがとうございます。いつも見ています。初めての投稿で使ってもらえるのか不安ですが質問します。はい、ます。もし無人島に3つだけアイテムを持っていけるなら何を持っていきますか？理由も教えてください。あ、じゃあそれ一人ずつ答えていこうよ。タウルスから。それはなんていう、3つっていうアイテムってもう1商品に1個っていう、何でもいいよ感覚になる。うん、一個釣り道具っていうのはもう無理無理無理、うん、無理。じゃあせやな、森、うん、森とまあちょっとよく使えるライターと、うん、ま、森って何？森こういうやつ、あの海とか素潜りしてチューンって。ああ、あれ森って言うんだ。へえ、はい、森と、あの森くんとかじゃないよ、物質やつやね。森やろ、森。オッケー、森と、はいはい、ライターと、うん、ウェイパー。そうなんや、お料理のウェイパー。絶対ないよ、赤いかも。そうそうそう、ウェイパーがあったら醤油が塩がいい。うーん、へえ、ね、じゃあ理由は、まあそのままか、うん、オッケー。取った魚を火で焼いたり、海の水でウェイパーでスープと。わかった。じゃあ無人島に行くなら3つ何を持ってきますか？うん、私は、カメラ。おお、わかるわかる。カメラ。私もそっちやな。一眼レフのカメラ。あと、何がいいかな。もう楽しみに行く感じだ。うん、もう楽しみに行く。だって別にあの置いてきぼりにされたって書いてある。そうそうそう。私もそうだ。だからカメラと水着と、あと何にしようかな。あとなんかちょっと、なんか食べたいからな。飲み物かな。何も食べないんだ、もう確実にずっと。じゃあ。うん、うん、私は、お父さんとお母さんと私はそう、カメラと犬と、うん、あと火かな。
火はいるかなと思う。火を起こすことは自分で多分私できひんけど、海は最悪素潜りでちょっとぐらいなんか取れるやろうし、木の枝とかでこう刺したりもできるやろうから。そっか、フィフティが最後の食料か。その犬がいたら楽しい。その犬と一緒やったら楽しいなと思って。あ、まあな、うん、で犬とカメラと火かな私は、って感じでございました。犬は食べへん。私潜れるよ。あの水泳はうまいからね。ガンガンこのままガーって普通に素潜りできますみたいな、はい、じゃあ次の質問いってみましょうか。はい、ペンネーム絵描きさんからいただいてます。はい、ありがとうございます。絵描きさん、先週初めて生放送を見れました、うん、先々週は YouTube でも絵のコーナーでのジュライさんの絵を見てニヤニヤしていました。ありがとうございます、実は私は油絵をやっていますが、 お二人がもし油絵を描いて展示会に出さなければならないことになるとするなら、うん、何を描きますか。あ、私これは決まってるからいいかな、さっき言って、うん、私は絵が下手だからピカソ風に見えるようにむちゃくちゃに描くと思う。こう人の顔を描いて目がこんなところにあったりとか、うん、もう、まあ、地味ちゃん明らか知って芸術家風な絵を描いて下手なことをきっとごまかしますね。私はまともに描いたらバレるからっていうのが私の作戦。お二人はいかがですか。俺は油絵でなんか景色を描きたい。あ、景色ね。油絵やろ。なんかこんな、なんかバター、なんかバターナイフみたいなね、こうやってやるやつやろな。あ、そう。筆だけどね、描くの。え？筆だよ、描くのは。あ、そう。油絵筆で描く。あ、バターナイフみたいなのね。は、使うこともそれも使うこともあるけど、筆で描く。でも、なんか、イメージは風景を描くかな。じゃあ、チコグラムは。私は多分でっかい顔を描くと思う。顔っていうか、あのもう輪郭なく多分もう顔、目と鼻と口だけの顔。顔みたいな。へえ、うん。面白さですね。うん。はい、そんな感じでございます。はい、あ、まだあった。もう終わりかな。それだね。うん。ペンネームグリコさんからいただいてます。スポーツの秋ってことですが、エルクさんのお二人は何かスポーツはしていますか。うん、私は体を動かすのが好きなんで毎日走っています。何か楽しみながら汗を流すスポーツを知りませんか。できれば一人でもできるものがいいです。楽しみながら汗を流すのは、私は基本的に運動神経がすごく悪いので、あの運動は水泳だけがちょっと人より得意かなっていうだけだから、水泳か汗を流すって意味では私はスタジオかライブかな。歌ってる時の汗は嫌いじゃないけど、運動は嫌いやから汗かいたらすごい嫌な気分になる私っていう感じです。お二人はいかがですか。なるほど。俺あれやってみたいね。あのさ、なんかテレビで見てんけど、どっかさ西麻布かなんかにあるさ、チャリンコの踊るさ、あのダイエットするやつがあって、みんなチャリンコ乗ってるわけよ、うんうん、あのエクササイズ用のチャリンコな、うんうん、で思い切りうわーって音楽聴きながら、うん、外人っぽい先生がここで盛り上がるでうわーって言って、みんなが一斉にうわーって思いっきり遊んでるやつ、あれめっちゃやりたいなと思う。そうなんや。それはい、はい、チコグラムは、私はもうこれはもう昔から決まってて、クラブ。あ、そうやね。もう踊る、音楽聴いて踊る。ああそうやね、私お酒飲まないから、もう本当にお水とか飲んでずっと踊って、タバコも踊ってるよな。タバコも吸わないし、お酒も飲まないから、とりあえずもう本当エクササイズみたいに、ひたすら踊って、音楽聴いて、あーって言って、なんかクラブ行かなくなったら太るもん。あ、そうなんだ。マジで。うん、すごいエクササイズだなと思って。すげえな。うん、本当オープンラストで踊ってる。ダンサーやな。なんかダンサーも。もうなんかその気持ちがさ、気持ちがアクティブやし、ダンサーやし。でも私もよく言う、みんなにびっくりされるけど、お酒一滴も飲めないから、お酒飲まずにクラブで踊るときは踊ってる。踊らないときもあるけど。あ、さっきやってんけど、
バタフライはできましたよ。今は多分できひんけど、昔個人メドレーでバタフライ、クロール、平泳ぎ、背泳ぎ全部やってたから、そこそこ結構できます。はい、じゃあ CM 行こうかな。はい、うん、じゃあ2回目の CM お願いします。待っててね。ララシンウララララカモンヨと。ジュライちゃんは気になりすぎると綺麗は続くのって何やったんやろ、どういう意味やったんやろね。ね、はい、じゃあラスト6分30秒なので、はい、せっかくあのチコクラムがゲストで来てくれたということで、はい、マネージャーをやっているアポテケさんとかのかな、告知などがあるみたいなので、どうぞ。ドドンと、はい、ドドンと、あ、なんかあの出ますか。あ、そうそう、ムービーも出ますかね。あ、じゃあ先に新曲、新曲じゃないんですけど、新しいビデオができたんで、うん、それを新曲じゃないで新しい EPV みたいなんで、チラッと見てみてください。ドン。セクシャルマイノリティの人とかが集まって、うん、こうみんなでこ う, こういうあの性の人たちもいるんだよっていう、なんか、うん、パレードもあって、東京でもやってたんだ、このパレード。私ニューヨークのゲイパレードしか見たことがまだなくて、
そうレインボーパレードっていうものが関西でなったみたいです、はい、でこれがあのそのアポテケの、うん、アポテケこれあの最後にあのアボイスあのさっきの曲入ってるんで、うんうん、であともう一つレーベルの、スエルが今度あの新しいこれはちょっと前のなんですけど新曲をいっぱい作りましてそれで今度ライブが本当は今日もライブだったんですよあそうなんだそうで、それがあのライブがあるので、11月のライブインフォメーションで10月14日と18日11月だよね11月の14日と18日大阪の西心斎橋の目村のクラッパーで、やりますので、うん、これもぜひチェックしてくださいすいません関西ばっかりなんですけど大丈夫大阪の人を見てるのはいぜひ来てくださいこれは14日も18日も両方クラッパー、はい、両方クラッパーです、うん、アポテケさんも出るんですかアポテケはあのもし画像があったらこれ出たこれです10月27日今度ハロウィン の, あのイベントも一緒にするので、うん神戸 の, あのクラブソニックラボっていうところでありますので、うんうん、これもぜひチェックしてください私もあのメイクで行、うん、きますんで本物の、はい、本物のチコグラムにあって、はい、アクティブさを知りたい方は10月27日、はい、あの神戸に行ってずっと朝まで踊ってくださいあとちょっと気持ち悪いメイクとかあのしたかったらぜひ寄ってきてください、うんあの声を本当にかけるとかなりフレンドリーに話してくれる人だから、うん、皆さんガンガン、お友達になってみてください、はい、そんな今日もチコグラムでした皆さんアポテキとスウェル、インターネットでチェックしてみてくださいはい、はい、よろしくお願いしますあと何分あと1分50秒、うん、なんか言い残したことある31日、うんベロアで、うんDJ あります。皆さんよかったら来てください。タウルスで入れます。うんうん、私は、うん、今週はイベントはありません。サウガ31が六本木工部で、うん、1日がベロアや。だね。そうや、うん。私は多分両方応援タウルスの両援応援に行ってます。はい。あと10月26日はエルクストリートのスタッフをしてくれている。SFB のショッツが率いる SFB が出演するイベントが、六本木甲府でハロウィンパーティーがあります、東京は台風直撃の日みたいなんやけど私は、キャットウーマンで今年はあの遊びに行くので皆さんそちらの方も遊びに来てみてくださいあと1分、はい何もない言い残したこと大丈夫あ、ここチェックしてくださいそういや、言い残したことはあの日本式のことを話したかったんですよあー、そうだろすごいかっこよかったからもうすっごいよくてそう、待って言って待って言ってもう本当に絶対見に行った方がいいと思った、本当にっていう、エルクの宣伝もしてくれる他のアクションさんのマネージャーみたいなMC がすごい、もうグッときたMC だよ、歌も、もちろんだけどライブ終わった後にじゃあ MC 前ね番組毎週やってるってすごいねって言ったっていうねはいあと5秒みんな ELKST エルクストリートもチェックしてるありがとう来週までバイバーイ見てください僕がいる感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことに疲れ何回目の錯覚だ笑っていたろう先まで使い込んだ仮面をやめ楽だに紛れ込み死んでしまった純情ましてや無情なほど溺れているんだよ息もせずに この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。